はようございます。フォーリックス TV ニューヨークのレミです。4月24日木曜日の朝の為替レポートをお伝えします。24日のアメリカ株式市場は小幅高で始まりました。ニューヨーク時間午前10時に発表された3月のアメリカ新築住宅販売件数が予想を下回り、5ヶ月連続の減少でした。3月の指数が発表され、株式市場に売りが先行しています。午前10時15分現在、ダウ工業株30種平均は28ドル99セント安の12,734ドル23セント、ナスダック総合株価指数は 15.87 ポイント安の 2389.34 で推移しています。また、朝方発表された新規失業保険申請件数は3万3000件減と市場予想を大きく下回りました。また、3月の待機有罪受注額は小幅に減少しました。輸送機器を除く受注額は前月比 1.5% 増と市場予想以上に伸びました。ニューヨーク外国為替市場で円相場は前日比10銭円安ドル高の103円40銭から50銭で始まりました。ニューヨーク市場でドル買いの動きが強まり、ドル円は一時104円27銭まで上昇しました。ユーロドルは一時 1.5676 レベルまで下落しました。アメリカ新規住宅販売件数が発表され、株価の下落につれドル売りが目立ちました。ドル円は現在103円90銭レベル、ユーロドルは 1.5710 レベルで取引されています。以上、フォーレックス TV ニューヨークのレミがお伝えしました。最新の為替情報については、フォーレックス TV ジャパンをご覧ください。